高塚佐俊道高塚佐俊道8月26日から1966年1月27日は日本の鉄道研究家、日本交通公社交通博物館調査役、元交通博物館館長、合設計の一つだった高塚笠家の27代目当主、第125代天皇、秋人の姉である高宮和子内新郎の夫で、 第126代天皇徳人、秋篠宮文人親王、黒田清子のお父にあたる。1950年、和子との結婚式東京都出身。公爵、高塚晋介の志士。17歳の時、大政翼三会の公募に応じて、会歌、大政翼三の歌を応募し、入選する。1941年に、 東京高等支配学校付属中学校を卒業。その後大阪理工科大学に進学し、卒業。1950年5月20日、東京高輪の高輪閣にて、高宮和子内親王と結婚。家族性廃止以後のため高塚酒は一般人の扱いであり、そのため天皇家から一般家庭への初の嫁入りとされ、民主化の象徴として話題になった。 幼児より大の鉄道好きとして知られ、交通博物館に勤務する傍ら鉄道の研究を行い、特に鉄道物語は名著として知られる。鉄道友の会の世話役も務めた。1966年1月26日から行方不明になっていたが、28日に遺体が発見された。去年家族との間には子がなかったため、 小牛松平家から養子勝負を取った。現在の高塚酒は、小牛松平家からさらに、鍋島市を経て、血縁の上では、小西市の男系子孫となっている。大西翼さんの歌の他に、各地の小中学校の校歌も作曲している。1966年1月26日、台東区上野公園の国立美術館にて17世紀、フランス名画展に出席。 同日夜、銀座のバー、イサリビにのみに出かけ、同店の前田美智子を渋谷区仙田谷の彼女の自宅マンションに送り届けて、そのまま家に戻らなかったため、1月28日夕方、交通博物館が警察に捜索願いを提出した。1月28日夕方、前田美智子の自宅マンションにて、彼女と共に全裸で死去しているところを発見された。 推定死亡時刻は1月27日午前1時から午前5時。同日午後6時に警察は宮内庁に連絡を取り、宮内庁の連絡から和子が利道の死去を知った。29日午前0時に宮内庁から死去が発表された。和子は取り乱すほどの大きなショックを受け、娘の身を案じた昭和天皇は入江正二重を高塚査定へ直ちに派遣。 その後、天皇、皇后をはじめ皇族や親族が相次いで弔問に訪れた。結婚時に注目を集めたことに加え、鉄道通の実直な人物と知られていただけに、死去は世間の関心を集め、1966年1月29日付、1月30日付、ニューヨークタイムズ、ザタイムズでも一面や二面で大きく報じられた。十九日夕方までに、警察は、 ストーブの不完全燃焼による1、酸化炭素中毒での事故死と判断した。日本のマスメディアでは、毎日新聞が、高塚佐都道氏が、事故死とだけ見出しに書いて報じるなど、いずれも控えめな扱いであり、毎日新聞のデスクは二人が、すっぱだかにガウンの姿だったと認めつつ、皇室に対するエチケットとして、トップで扱うべきではない、と判断したと述べた。また、 三大紙では、朝日新聞、毎日新聞が事故死と報じたのに対し、読売新聞は変死と報じた。週刊新潮も、また、事故死を証明するものは何もないと報じ、死因についても、問題のガスストーブを警視庁から借りてきて、テストしたんですが、不完全燃焼ということはなかった。事故の起こった部屋の広さと換気率を計算に入れると、そう簡単に、 ガスの不完全燃焼が生じるとは思えないとの東京ガス広報室長の発言を伝えている。ありがとうございます。